マリッサ・ジャレット・ウィノカーはアメリカ合衆国の女優。ジョン・ウォーターズの映画ヘアスプレーのブロードウェイミュージカル版で主役のトレイシー・ターン・ブラッドを演じ2003年にトニー賞を受賞した。彼女はリアリティ番組ダンシング・ウィズ・ザ・スターズに参加し、続くダンス・ユーアース・オフの第一期で司会を務めた。ウィノカーは建築家マイケル・ウィノカーと 教師・マキシンの間でニューヨーク市で生まれたユダヤ人である。ウィノカーはフォックスレイン高校のサッカーチームでチアリーダーと隊長を務めた。その後、アメリカンミュージカルドラマティックアカデミーに進学、卒業した。2003年、ウィノカーはヘアスプレーでの演出により、トニー賞のミュージカル主演女優賞、ドラマデスクアワード、シアターワールド賞、 アウタークリティクスサークル賞を受賞した。ヘアスプレーでの演出の準備期間中、ウィノカーは子宮頸がんと診断された。彼女は病気の治療を受けたが、ミュージカルからの降板を余儀なくされる恐れから、家族以外には病状を否得した。最終的に彼女は回復し、そのまま出演した。またヘアスプレー以前は、グリースのリバイバル公演にも参加した。ウィノカーは、 アメリカンビューティー、25年目のキス、鬼教師ミセス、ティングル、最終絶叫計画、2番目のキスなどの映画に出演したほか、アニメ映画で声優を務めたこともある。またスタックドやラリーのミッドライフクライシスなどの、シットコムでも早くながら出演した。ラリーのミッドライフクライシスでは、マリッサウィノカーの役名で出演したが、クレジットでは、エレベーターの中の女性とされた。 ウィノカーは2006年10月7日にスタックドの脚本家ジュダ・ミラーと結婚した。2008年3月、夫婦は代理母出産の使用を発表。代理母が妊娠5ヶ月であること、生まれる予定の男の子の名前がゼフになることも合わせて発表した。ウィノカー夫婦はその後出産を手伝い、ゼフは同年7月22日に無事生まれた。 彼女は作家の S.J. ペデルマンとナサニエル・ウエストのまた名でもある。ありがとうございます。